6月10日に中部大運動公園の芝生広場で開催される国際ヨガデー三重を PR しようと実行委員会のメンバーが竹上市長を表敬訪問しました。雑誌ヨガジャーナルが2017年に行った調査によると、日本で月1回以上ヨガを行う人は約590万人、年1回以上の実施者は約770万人に上るそうです。三重県内でもヨガの愛好者は一定数いるようで、去年開かれた国際ヨガデー三重には約200人の参加がありました。市長を表敬訪問したのは国際ヨガデー三重実行委員会の小倉杉江代表と委員会メンバー3人です。今年の国際ヨガデー三重は6月10日日曜日に中部大運動公園の芝生広場で開催されます。今年は500人を目標に開催したいとのことです。竹上市長はヨガの動きはそれほど激しくないので、幅広い年齢層で楽しめると思う、松阪でも活動の幅を広げてほしいと話していました。そうですね、ヨガデー自体が自分の心身の調和や自然界との調和、あとは世界との調和という意味があるので、この日みんながヨガをしているという一体感であったり自然の感覚を感じてもらえたらなと思っています。はい、500人で行う三重県のヨガデーです。世界中の人と一緒に同じ時間でヨガをするという格別な心地いい時間ですので、ヨガを初めてだなって思っている方でも楽しんでもらえる日となりますので、ぜひ中部大へお越しください。お待ちしています。今日はどうもありがとうございました。